はい、こんにちは、ちゃんクです。はい。えー、まずね、なんで今日スーツかって言ったらね、今日は、えー、自分の父親が亡くなって、えー、17年、え17年の法事になります。まあね、法事と言っても、実家でね、その僕ら家族と、僕の母親と、えー、じいちゃんばあちゃんでやるんですけど、はい。そんな感じで少人数で、まあ家でね、軽く、えー、するっていう感じです。はい。まあね、なんでこの動画を撮ろうかと思って、 っていうか、まあ、まあね今日でその自分の父親が亡くなって、えー、17年ってことでね僕が中学校2年生の頃に、えー、父親が亡くなりましたはいでまあその父親はねもう僕が小さい頃からね長距離のね運転手をしててよくね、えー、ついて行ってましたね大阪とか関東とかよくね夜中にね起きてね、えー、一緒について行ってましたねはい まあ今ではちょっとそういうのできないんですけど、はい。まあその頃ね、やっぱ2週間に1回とか、もう結構そんなペースで、ね、父親が帰ってきて、はい。うん、そうですね。やっぱその、今と違ってその寝る時間がなかったのか知らないですけど、結構な家帰ってきてもね、もうすぐ寝て、もう寝るだけ、寝るだけに帰ってくるみたいな感じで、もう休みの日もね、もうめちゃくちゃ、 ずっと寝,寝てるイメージがありましたね、僕、父親、はいまあ。その時の当時は、うん、どっか寝ずに、どっか連れてほしいなっていうこともありましたけど、うん、今考えればね、まあ、寝るのも仕事だったんだなって、自分が、ね、自分が実際長距離行きだしてそう思いました、はいえー。長距離の仕事をしてみて、えー、自分の親のお仕事の大変さが、えー、よく分かりました。はい、その当時はねほんんま子供だったんで うん、どっか連れてってくれとか、まあ一緒に遊んでくれっていうこともあったんですけど、やっぱ、本当にもうずっと寝てたんですよね。まあ,あその家族とね、旅行行ったっていう記憶があんまりないですね。うん、家族で高知に日帰りに行った旅行と鳥取に梨狩り行ったぐらいしか覚えてないですかね。まあ家族でね、昔ね、家族でね、えー、自分の父親が運転して母親が乗って、 よく3人でね、僕3兄弟なんですけど、一番末っ子なんですけど、もう3人でね、えー、なんかトラック乗っていたイメージがあります。はい。その時の思い出って言ったら、まあ僕、父親が運転するとき多分後ろに寝てるんで、で、休息入るときに僕起きるんで暇だったからっていうイメージがありますね。はい。まあ、そんな感じで、<laughs> うん。まあ不意にねちょっとね、こういう感じなんで、えー、父親の話をしようかなと思いました。はい。家族で、実家で集まるっていう感じなんで、はい。 じゃあ、そういうことで、急に、ちょっとね、父親の話をしたくなったんで、はい、皆さんに伝えようかなと思いました。ははいじゃあ今日の動画は以上になります